実は2がいくついた。え、待って、これすごい配当ですよ。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまんこです。今日はですね、こちら群馬県前橋市の日本トータグリーンドーム前橋にやってきました。こんなに振っちゃっていいのかな。ここはですね、競輪を行っている場所で、これから私は人生初めての競輪を、まあ、見て、そしてまた前回ね、あのオートレースでかけたように今回も競輪でかけて、今回こそはちょっとプラス収支で終わりたいなと思います。でここがめちゃくちゃ広くて、いろんなあの楽しめる場所もあるので、まあ、そちらも映していきながら、まあ、競輪の楽しさをお伝えできたらと思います。では行ってみましょう。5番宮城今崎慎太郎、6番神奈川山田和義、7番宮城吉田千春、以上7選手の対戦が SQ 放送層の1つ目台のレースです。やっぱすごいこうなってるのが近いと分かる。1番目投入の木が前です。前回の前の下は1勝3着番です。関東は2番の山本翔バンクって言うんでしたっけ、これ。めちゃくちゃ伝わるためなんで、すごいな、バンク。6レースの発走です。独立が始まりまして、スタートの前の後が飛び出していきました。北日本内の前になります。そして初手中心ですけれども、2番に八木さんと6番に山田が並走しています。しかし1番2番の山本が一歩前と出てきまして、その前に1番の伊藤が入っていきました。さらには4番の近藤が上がっていきました。第2、3番手です。2番の山本が引いて4番手、中途の位になりました。2番の山本、5番の正木がマークします。これが関東の北。そして後ろ攻めになりました。残り1周半で金が上がる。そこからが山田が進んでいきます。3番台です。爆速勝負。中段の位置が2番の山本翔吾、一番前にいる人は何ですか。運動員って言ってベースメーカーって登場になりましたけど、最初の停止スピードを上げて前節の方向から向けて先導車みたいな、そう誘導してくれる。最初最後までいる、金が鳴る前に、金が鳴るぐらいの人が回避します。菊池が上がって、この菊池マークが南方のところへの勝利が場所を活用し、今季 S 級に向けしました6番山田がマークしていきます。直線戻ってきました。残りレースは3周を切るところです。3周のところで3番の菊池が上がってきました。1番の伊藤優子と車間を上がって待っています。2周のターンを切るところ。残り2周。見ながら1番伊藤ですけれども、3番の菊池が抑え込みまして1番伊藤を下げます。その外側、今度は2番の山本がやってきました。関東ラインが前に変わりまして、残り2周を切ります。2番山本は前です。5番の正木が前。中段3、4番手、3番菊池と6番に山田南関東の2人。前向きから引いた1番伊藤が残り1を切って1コーナーでかましていきます。1番伊藤をかまし。これは何のお客さんですか。
できますか。特化的シーズン始まるじゃん。はい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 。テレビも見れる。おお。でイヤホンしながら見る。へえ。ここは静かに見る場所なんですね。本当。予想の仕方と、まずこれが経理あの出走表っていうやつで、次が何ですか。7レースですね。7、はい、で一応経理っていうのが何っていうのができてるんですよ。ちょっと名古屋からちっちゃいのを買います。地区同士でグループを作って風よけとか後ろの人をブロックしたりしたりして、まあ、2、3人地区同士ってこの茨城の地区ってことですか。そう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 、仲間同士で支え合ってるんですか。そうそうそうなんですよ、まあ、助け合いで。でも最後裏切るんですよね。最後裏切る、最後はもう自分の我こそが一着っていう感じで行くんです。怖い。そうそう、これがちょっと今回のレース新聞になります。競輪のレースの新聞で、7レースがここ。はい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 、こうやってチャンネル出せます。でも7レースは茨城の人たちはいるけど、はい、他はみんな一人一人じゃないですか、うん、そしたらその地区同士の団結は、うん、そうそう、近い地区で、あ、え、近い、だから近い地区でも支え合うんですか。そう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 、だからそれの並びがここに書いてるんですよ。2番と7番と6番が一つの方集団となって、2番と7番、7番、うん、と6番が一つの、まあ、集団となって塊で走って、北関東軍団、ね、あ、そう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 、北関東軍団、はい、そうそうそう、これ5番、ここ5番が1人、うん、怖い1人、北海道、そうそう、1人、怖い1人、はい、で、で4番と1番と3番か、4番と1番と3番が4番と1番と3番、3番、静岡、神奈川、福島が一つのグループになって、まあ、計3つの段、はい、塊ですね、はい、それで走ります。で、そうなるとグループを組んでる方が強いんですか、うん、そうですね、やっぱり一人で走るかは固まって走った方が風よけにもなるし、でも5番の人いないじゃん、無理一人でやる、そうですね、ちょっとやっちゃうかなっていうのがあって、はい、であとはここに得点っていうのを書いてて、ここがそのこの人の強さの指数を表しているんですよ。この点数が高い方がやっぱ強いですね。え、じゃあこの北関東グループじゃないグループの方が強い人2人いるってことですね、うん、そうそうそう、1番と4番、そういうことです。だから1番と4番から買うっていうのも一つの方法です。で実際にこここの手にオッズが書いてるんですけど、一番人気が417っていうのが出てます。でも完全に二番が413のグループみたいな感じ。ああ、なるほどなるほど、むずじゃあ、そう、じゃあとりあえずこれでいいですかね。そうですね、はい、それで購入できます。ちょっと今だった、はい、青、白、赤ですね。あ、また青、白、赤、青、白、赤、7レースの発送です。7レースが始まりまして、4番目の方です。めっちゃ4位って感じ、僕の生まれ2がいった、2がいった。ここからは2します。あれグループ3人、そう、276がグループ。やだ、6やだ、インコ
スいないね。やだ、ロキロボ。3番目。奥田陽一さんじゃない？陽一さんじゃない？学校がやばい。陽一さんじゃない？あ、道が行った。あ、やめてよ。ほら言ったでしょ。やめてよ。なんで？ピッチ裏切った。仲間だったよね、一緒よ。裏切った位置が。最後はもう一着で。また外れちゃった。次頑張ります。すごい。基本上にそう、結構最先端の、はい、めっちゃ乗りたい乗りたい乗れないかも乗りたい作って久々だな、こんなんでてか、救えてあ、救えたあ、めっちゃ低くてすごいでも、あ、待って、またエコバッグが落ちちゃったエコバッグいっぱいエコバッグにエコバッグ入れてあれ？あ、落とすか絶妙なのあ、あっあっあっあまためぐみちゃん低かっためぐみちゃんあ、落ちるわ、めぐみちゃんあ、落ちたあ、落ちたここでそんな力発揮したくないんだけどあ、エコバッグ拾っちゃった車検じゃなくこっちでそう、こっちであ、やばい、あ、ダメだあ、まあ、終わっちゃった終わりましたあ、え、待って、いっぱい落ちてる知らない間に3つエコバッグとめぐみちゃんピンバッジあ、この近くの公園にあるやつだあー行きたかったところあ、アイラブ群馬俺も作ろうかなアイラブマコってえ、どこにあるのすいません。当たりますように。いいじゃないですか、4番。フィッシュです。来ないじゃん、絶対あ、4勝ち入れたいけた、いけたあ、この行けた、次かあ、これ行っちゃったこれ4位で行くんじゃないですか4も来てないじゃん2じゃん2じゃんおいあ、4来た、4来た来ないよしちょっとちょっとちょっとあれ、でも2の話してましたよね2来るかなって最後さっき言ってましたね言ってましたねちょっと2回連続で恨みちゃいましたくそくそなんて待って言っちゃってまたちょっとあと一歩ですねあと一歩です次頑張ります、はい、10レース目お金先入れるんだ1000円でこの前何もかけたか計算しないからちゃんと覚えておかなきゃ どんどん枚数が増えていくんでよし頑張りとりあえず4と5がまず頑張ってほしい頑張れ
身する選手とかですね。読んだ人仮面ライダーみたいな感じでガシャガシャする。 YouTube とか大きいね。やっぱ5がたいな。これ6がちぎれた。山崎でしょうがないな。え、待って、1位の上はない。ちょっとアマチュアも危ないんだよ。1の上はないんだよ。1の上はない。アマチュア多いよ、アマチュア。これも 4だと思いますよ、頭。お、え？その後が大事。マコさん何買ってます？4の星は。4、1、4、5か4、1。あ、そこまでいかない。で、あと1、2、5。ほら、最後。アマちゃん、勝てねえのか。うわ、1が勝った。1、4、5。また逆。やばやば。なんであのさっきから悲しい私の惜しい。全部惜しい。ちょっとはい、次10で11ですね。あとこれ入れて2レースしかないから、だんだんこう揃える紙がいっぱいになってきて、ええ、せで持てなくなってきた。頑張りましょう。頑張りましょう。もう最後なんです、4番は。あ、ブロック、あ、あれ仲間だから。そうそう、1、3、5、4番は最後なんです、これ。1、3、5、あ、1、3、5ある。これがあれ、みんなの当たり前のやつか。1、3、5、で、1号が来ても、実は2が1位だ。え、待って、え、いらない、待って、325、また2になっていないじゃん。2なんか気にしなくていいって言ってんのじゃん。来ちゃった、来ちゃった。これすごい、買ってない、ちょっと待ってよ。これ来ちゃった。もうなんか信じたくなくなってきて、横山さんのことあるし。これすごい配当ですよ。あれはないかもしれない。こっち向いてください、その真剣な顔。真剣な顔は向けないでしょ。でもすごいよ、ここはすごい。なんかいろんな可能性を感じるけど、あえて突拍子もないところをどこなのかっていうのを逆に探ってる。安牌じゃなくて、ここ来るっていうところの計算を今してる、逆に。もう予想屋の発想ですよ。はい、じゃあ最終レース目いきます。本日はもうこれで4000円かけました。いってらっしゃい。もう暑いよ。じゃあこれで最後勝ちますよ。何番応援していいか分かんない。南関東内は2番の大石圭司が来年2463前節のトリトラ決勝進出は12レースの発走です。11レースが立ち上がりまして、1人を飛び出していきました。けれどもどこからなかなか踏み込んできました。南関東三者全体になります。1番の力が4番手で、青森新聞の仕事面上から3者が立って決まっていきそうです。青森新聞の三者が仕事面と分けに行こうとしたレースが一週間に入ります。7番の長澤3番手抜け出す。
第4コーナーから最後の直線と入ります。2番の大石、4番の岡村、しかしどうやら2番の大石が見切っていきます。3番手は7番の中澤です。初日特選競争の陣営です。2番の大石健志、抑え込まれましたけども果たして返していきました。その大石です。多分ないよ。2連単は24は5番坂本が早めの際にいたんですけれども、引いて叩き返してきました。4番の岡部に託してたんですけれども、再びドッキングしてきました。私なんで24買ってないん、一度から待ちになりましたけれども、2番の先着です。4番の岡部。はい、ということで、今回は全負け全負けしまして、4000円かけましたが、まあ、でも負けちゃったけど JK のその補助事業の一部として活用されていくので、まあ、それはそれで、まあ、良かったなと、楽しんで人のためになったということで良かったと思いますが、私は勝ちたいなのでまたリベンジしたいと思います。そしてこの前橋競輪場で10月20日から23日の4日間 G1 レースの友人親王杯世界選手権記念トーナメントというレースが行われます。初めてやってみたけど、深い、奥が深いけどでも楽しい考えれば考えるほど楽しいので、ぜひ皆さん100円からかけれるし、この前橋競輪場はいろんなところで遊べるので、普通に来て見るだけでもいいんじゃないかなとまずは思いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、あと JK さんの活動は YouTube でもいろいろ配信しているので、ぜひそちらも概要欄リンク貼っておきますので見てください。はい、こんな感じで、今日の動画が良かったな、面白かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。